見え見えの困ったアピールをしている。うーん、困ったなあ。私今困ってるんだけどな。今とってもとっても困ってるよ。わかったわかった。何がどうした。わーい、あそこの大道具を運ぶの手伝ってほしいんだ。なんだそんなことか。ニードロ、そっちを持て。ガサッタ、いつもそんな妙な歩き方してるわけ。ん、妙な歩き方だと。あまりにも完璧でかっこいいウォーキングであるがゆえに、一般人には妙な歩き方としか見えないわけか。どうでもいいけど、とりあえずあんまそばを歩かないで。前に買ったペンギンのマグカップ、また入荷したんだ。一つ持ってるけど、一枚じゃかわいそうかな。すみません、このペンギンのマグカップください。先輩、昼間のあれ大丈夫でしたか。昼練中のサッカー部のボールが顔に。あれか。あれはだな、あえて顔面で受け止めたんだ。手にはランチを持っていたからな。ランチを守るためのやむを得ない負傷だった。そうだったんですか。てっきりヘディングしに行って失敗したのかと。俺がそんなカッコ悪い失敗をするはずがないだろう。ようこそキラキラドキドキモチモチぷよぷよワクワクワッショイ。